はいどうも、高 DJAPAN、高 D です。今日なんですけどね、えー、キャノン、EOS R8、ソニー、ZVE1、ライカ Q3 をね、あの、コンパクトフルサイズカメラって僕、僕の中で勝手に言ってるんですけど、まあその、キャノン、ソニー、ライカのコンパクト、 フルサイズカメラ。うん。この3台を僕は発売日に、3台とも発売日に、えー、購入しました。まあ同じような時期というか、まあちょこちょこずれてるんですけど、まあ同じような時期に出て、まああのずっと使ってきたんですけどね。長期レビューというか、まああの長期で、まあ発売日に買って使ってきて、 この関係がどうなっていったかっていうのを話していきたいんですけどもまあ僕はまあ主にメインチャンネルの方で野良猫の撮影っていうのをやっててまあその野良猫の発信で YouTube で野良猫の発信をしてまあもう本当ユ YouTube の広告だけで4年半以上生きてきてるっていう状態なんですけどそれでまあ 被写体は主に猫になるんですけど、まあそれでもね、あの、それ以外でもね、イベントの撮影したり、もうこういう風な Vlog 撮ったり、えー、風景撮ったり、まああの、いろいろ結構ね、イベントも、いろんなイベント撮ってますね。はい。そんな感じでいろいろトライして、まああの、YouTube のチャンネルも複数、 持ってそれに合わせててて撮影してるっていう感じなんですけどまあ被写体がそういう感じですね。そう、被写体がそういう感じっていう風に前提でまあお話しするんですけどもまあね、とりあえずこの3台発売日に購入してもう3台で回して撮影してきたっていう感じでもあるんですけど まあ結局どうなっていったかっていうその使用頻度とかね、割合とかで言うと、キャノンの EOS R8 が7割ぐらいですかね。はい。7割ぐらい使って、ソニーの ZV-E1 が2割ぐらいですね。はい。で、l i カ Q3 が1割ぐらいっていう割合になりましたね。 うん、まず、でも言いたいことは、あまあ、勝手に僕はコンパクトフルサイズカメラって言ってるんですけど、まあ、全然違いますよね。うん。もう、まあ、同じように比較するのがおかしいんですけど、ただフルサイズセンサーって言っただけでね。まあ、あの、キャノンの e o s r 8は、まあ、あの、ファインダーがついてて、まあ、えぇ、ー、写真も、ファインダーついてるんでは、まあ、写真も、 動画もいけると。で、ZV-1 はね、もう、知ってると思うんですけど、もう、ファインダーがなくて、もう、動画に振り切ったもの、うん、振り切ったカメラ、うん、やと思いますね。まあ、Vlog で動画に振り切ってるって感じですね。ライカーは、Q3 は、まあ、あの、写真も一応動画もいけるよっていう感じやけども、 やっぱりちょっと写真、まあ、の方、まあ、動画も撮れるけど、みたいな、うん、感じに僕は、思ってますかね。うん。で、まあ何が言いたいかって言ったらね、僕の今の中ではコンパクトフルサイズカメラっていうのが最強やなっていう、もう使いやすいというかね。 うん、やっぱ、使用頻度はどうしても増えますよね、うん。ちっちゃくてフルサイズっていうね。うん、でね、使い方としては、もうね、えぇ、ー、キャノンの EOS R8 が、えー、レンズがね、よく使うんが、まあいろいろ使ったんですけど、今落ち着いてるのが、えー、RF、 RFS レンズの10、18mm ですね。これはまあ RFS レンズなんでね。APS-C のレンズなんですけどね。これをつけて、まあジンバルに乗せて撮影するというのが多いですね。で、手持ちの時はこの24、240っていう形になりますね。主にね。うん。それ、そこに落ち着いてますね。 うん。で、ZV-1 の時は、ま、あこの E、E の4。PZ10 の 20G ってう感うん。これもね、APS-C のカメラ、あレンズなんですけどね。うん。ま、あそれ、それでもまあね、うん。使ってますね。APS-C として使ってます。でね、 レンズは、まあ、これもね、手持ちで撮ったり、ジンバル乗せたりっていうのは圧倒的に多いですね。こっちはね、まだ結局ね、24240なんですよね、FE の。手持ち撮影の時はね。だから結局ね、使い方としてはね、一緒なんですよね。R8 はもう10、18の APS-C のレンズで、ね、ZV-1 の方は1020の、 G の APS-C のレンズで。で、えー、手持ちは24、どっちも24240というね。で、ライカはね、あの、頑張ってね、動画、う、まあ、う変わってると思うんですけど、動画を撮影しようと思って、あの、ライカの Q3 を購入したんですよね。ちょっと動画で使ったらおもろいんちゃうかと思ってね。でもね、 28っていうのがね、結構、あの、まあ、ジンバル乗せて使ったんですけどね。手持ちでのね、あの、やっぱり、ちょっとね、手持ちでいったら、この、イオスの R8 とか、ZV-1 からしたらね、ちょっと、あの、手ブレが難しいですよね。うん。 どうしてもね、まあ頑張ったんですけどね、まあ2 8ミリっていう画角もね、ちょっとね、ジンバル乗せて、僕の撮り方ではちょっと猫はね、結構難しい。うん。割り切ってね、2 8ミリの画角で綺麗に入るようにっていう風に、撮ったり、まあ引いて、まあ前傾写したりとか、まあできんこともないんですけど、もういかんせんね、もう、 猫の撮影でジンバル乗せて動画撮るっていうのはね、もう広角とかで慣れちゃってんすよね。うん、なんでちょっと28はちょっと狭いかなっていうね。うーん。キャノンだったこれだったらね、35mm のフルサイズ換算で、10、10だから、うん、16やね。うんで、 ZV-1 やったらね、10ミリからスタート、15ミリぐらいなわけじゃないですか。ってなったら、やっぱちょっとね、28ミリっていうのが使いにくいっていう結果になってしまいましたね。でもやっぱりね、写真を撮るっていうのはね、また再びね、僕もずっと YouTube やって、あの動画でフルコミットしてきたんですけどね。まさね、ちょっと写真おもろいなってなってきましたね、Q3 でね。 まあ 28mm でよく映るっていうことでね、やっぱね、ちょっと写真ね、まあまた写真やり始めてんすよね。Q3 でやっぱ写真いいなって思って、今度また EOS の R8 とかね、ソニーの α7、R5 とか、そっち系でね、ちょっと写真撮り出しましたね。うん。でね、あの、ファインダー、 知らずにね、結構自分の中では、あの、ファインダー覗かんとね、もう、モニターだけ、モニター見て撮るみたいなね。あ、結構自分今風やな、僕今風やなと思ったんですよね。思うんですけどね、やっぱね、ファインダー覗きたくなる時もあるんですよね。うん。うん、まあやっぱファインダー覗いてる方が安心ちゃん安心なんですよね。うん。 なんで、まあそういう点ではね、やっぱり、一番キャノンの良さ r いと使うんですよね。ファインダーついてて動画も、えー、写真もいけるってなったらね。うん。その辺がね、何とも言えないですね。うん。で、やっぱりね、色もね、動画とか写真の色ともね、 キャノンのイオス、キャノンが好きなんですよね、色は。うん。どうしたってね。うん。まあ、ここはもう、好みで分かれる部分なんで、なんとも言えないですけど。まあ、ソソニーが色好きっていう人もいると思う。全然いると思うんで。でもまあ、写真も動画も、色的には僕はキャノンが好きなんで、まあ、あの、編集も、なんか、やりやすいというかね、現像とかも、やりやすいっていうのはあるんで、 自分の中では。まあ、ここは人それぞれやと思うんですけど。なんで、どうしてもね、キャノンの EOS R8 をすごい使っちゃいますね。むしろね、キャノンの EOS R8 を2台持ちした方がええかなって思う時もありますね。この10、10、18ミ、mm、リをつけて、 ジンバル乗せ、一台乗せといて、もう一台は、手持ちで24240、このレンズをね、付けながらっていうのもね、ありかなって思うんですけどね。さすがにね、それは、うん、ちょっと、まあ、そこまでしなくていいかなっていう。うん、まあ、仕事といえば仕事なんですけど、まあ YouTube なんで別にそこまでね、 うん、っていうのもあるんで。えー、でね、この ZV-1 はね、また ZV-1 だけで動画出すかもしれないですけどね。この E4 の TZ1020G のね、相性っていうか、これ使いやすいですね。で、あと ZV-1 のダイナミックアクティブ。うん。手ぶれ補正のね。 それがね、このレンズと使うって、ダイナミックアクティブってね、すごいいいんですよね。うん。やっぱブレにくいし、やっぱこうカジュアルに撮れるというか、うん、去って出しても、まあね、本当ブレないから。まあね、そんな感じで、うーん、そういう感じになりましたね、もう。 これで固定されてきたというか。うん。そんな感じですかね。うん。なんでね、うーん。まあ、とにかく、キャノンの EOSR8 は、一番使えますね。うん。で、Q3、ライカーの Q3 がちょっとね、難しくなってきましたね。うん。まあ、ほ写真はね、撮るの楽しいんですよね。 まあそれはね、ちょっと、うん、また写真が楽しいっていう風に思わせてくれたカメラっていうかね。で、またやっぱ写真もちゃんとやりたいなって、また思い出したっていうかね。うん、仕事としてやってたけど、うん。ってなったらやっぱね、キャノンの方が、あの、良くなってきたっていうかね。うん。そんな感じですよね。うん。 なんで、とりあえず、あの、この3台発売日に買ってみて、まあ本当に、なんですよ。まず言いたいことはもうコンパクトフルサイズは本当に、うん。まあでも、APS-C でね、あの、多分 Z、あ、ZV-E10 の M2 がね、出たらね、このレンズつけて、ZV-E10 の M、ま、 マーク2でもね、絶対使う、使ってね。まあ、ある種、それが本命ではあるんですけどね。うん。そんな感じでね。えー、キャノン、ライカ、ソニーのコンパクトフルサイズを、えー、発売日に購入した男の、あのー、どうなったかっていう感想ですね。はい。 なんでね、またね、一台一台ね、あの、動画出せたらいいかなと思ってます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。また、別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼いたします。